こんばんは、ゆめです。あなたは宇宙にはとても変わった星があることを知っていますか？宇宙にある星の数は地球上の砂粒の数よりも多いと言われているんです。想像を絶する数の星が広大な宇宙に輝いています。そんな星の中から今日は宇宙で最も珍しい星を5つご紹介します。 DRES2 はまるで光を飲み込む暗黒の穴のような星です。太陽光をほとんど反射せず、その反射率はわずか 1% 未満。コールタールのように真っ黒な表面を持つこの星は、一体どのようにしてそのような姿になったのでしょうか。 DRES2 が発見されたのは2006年。大西洋横断系外惑星サーベイというプロジェクトによって見つかりました。このプロジェクトは太陽系の外にある惑星を探索するために行われた国際的な取り組みです。 DRES2 はそのプロジェクトの中でも特に注目を集めた星でした。発見当初から天文学者たちは DRES2 の異常な暗さに驚きました。通常系外惑星は主星の光を反射することで明るく輝いて見えるものです。ところが DRES2 は主星からわずか500万キロメートル程度の距離にあるにもかかわらず、ほとんど光を反射していないのです。DRES2 の反射率の低さは他の系外惑星と比べても際立っています。例えば太陽系の火星は太陽光の約 16% を反射していますし、金星に至っては 78% もの反射率があります。一方で DRES2 の反射率はわずか 1% にも満たないのです。まるで光を吸収する暗黒物質のような、そんな不思議な星。その姿は天文学者たちの想像をかきたてずにはいられませんでした。では、なぜ DRES2 はこれほどまでに黒いのでしょうか。天文学者たちはその謎を解明すべく研究を重ねてきました。現在有力視されているのは大気中に含まれる金属の影響説です。DRES2 は主星に非常に近い軌道を周回しているため、表面温度は1000度を超えると考えられています。このような高温環境下では蒸発した金属が大気を形成します。それが DRES2 の異常な暗さの原因ではないかと天文学者たちは推測しています。しかしこれだけで DRES2 の暗さを完全に説明できるものではないと慎重な姿勢を崩さない研究者も少なくありません。可視光の吸収だけでは説明しきれない暗さ。その謎を解く鍵は、もしかしたら私たちが知らない未知の物質や現象の存在にあるのかもしれません。DRES2 の発見から15年以上が経過した今でも、この星の異常な暗さの謎は完全に解明されていません。むしろ観測を重ねるごとに謎が深まっているとも言えるでしょう。そんな DRES2 の姿をいつかこの目で見てみたいと思いませんか？
今の天文学の技術をもってしても DRES2 の直接的な画像を捉えることはできません。けれどいつの日か技術の進歩によってそれが可能になる日が来るかもしれません。もし DRES2 の表面に立つことができたら、そこには真っ暗な世界が広がっているのでしょうか。頭上には光光と輝く恒星、でも周囲は暗黒に包まれ、地平線の彼方まで真っ黒。そんな光景を想像するだけでもワクワクしてしまいます。遠い未来、 DRES2 に旅する日が訪れたなら、その時あなたは宇宙で最も黒い星の地表でどんな思いを馳せるのでしょうか。今はただこの暗黒の星が秘める無限の可能性に思いを巡らせるだけ。私たちにできることは DRES2 を見守り続けること。そしていつかその謎が解き明かされる日を心待ちにすることなのかもしれません。二つ目の星はコバルトブルーに輝く美しい星、 HD189733B についてお話ししたいと思います。 HD189733B は地球から約63光年離れた場所にある星です。その鮮やかな青色はまるで地球の海洋を思わせるような美しさ。しかしその美しい外見とは裏腹に、この星は想像を絶する過酷な環境を持つ星なのです。 HD189733B が発見されたのは2005年のこと。 HD189733 という恒星を観測していた天文学者たちがその周りを周回する天体を見つけました。それがこの星です。発見当初からこの星は多くの注目を集めました。その理由の一つがこの星の持つ鮮やかなコバルトブルーの色です。通常恒星の周りを周回する惑星は主星の光を反射することで明るく輝いて見えます。例えば私たち太陽系の木星は太陽光を反射してオレンジがかった色に見えるのが特徴です。土星も同様に淡い黄色に輝いて見えますね。ところが HD189733B はそれらの惑星とは全く異なる色を呈しているのです。まるで地球の海洋のような深く鮮やかなコバルトブルー。その色はまさに宇宙の宝石箱の中の一つのようです。ではなぜ HD189733B がこのような色に見えるのか。その秘密はこの星の大気にあります。 HD189733B の大気中には珪酸塩と呼ばれる物質の粒子が大量に含まれています。珪酸塩は地球上ではガラスの主成分として知られる物質です。この珪酸塩の粒子がこの星の大気中の太陽光を散乱することでコバルトブルーの色が生まれるのです。まるで地球の大気中で太陽光が散乱されて青空が生まれるのと同じ原理ですね。ただしHD189733B の青色は地球の青空とは違う、より深みのある色合いをしています。これはこの星の大気中の
計算円粒子が地球大気中の粒子よりも大きいためだと考えられています。大気中に大量の計算円粒子を含む星、その存在はこの星が発見された当初から天文学者たちを驚かせました。なぜならそのような星の存在はそれまでの常識では考えられなかったからです。通常、恒星に近い軌道を周回する惑星は高温になりすぎて計算円などの物質を大気中に保持できないと考えられていました。ところが HD189733B は主星から約460万キロメートル程度の距離にあるにもかかわらず、大量の計算円を大気中に留めているのです。この事実は私たちの惑星形成理論に対する大きな挑戦状とも言えるでしょう。この星の存在は私たちがまだ知らない惑星の形成プロセスがあることを示唆しているのかもしれません。しかし HD189733B の驚きはその美しい青色だけではありません。むしろより驚くべきなのはこの星の持つ過酷な環境なのです。先ほども触れたようにHD189733B は主星に非常に近い軌道を周回しています。そのためこの星の表面温度は約1000度にも達すると考えられているのです。1000度という温度は計算円を溶かしてしまうほどの高温です。つまりHD189733B の大気中では計算円が溶けた状態で存在していると考えられるのです。溶けた計算円、つまり溶融ガラスが大気中を漂っている、そんな想像を絶する環境がこの星には存在しているのです。さらに驚くべきはこのガラスの雨が猛烈な風に乗って降り注いでいることです。HD189733B の大気中では、秒速 2.4km もの超高速の風が吹き荒れていると推定されています。時速に換算すると、実に 8600km 以上。想像を絶する風速です。溶けたガラスが秒速 2.4km の風に乗って降ってくる、このような地獄のような環境が HD189733B にはあるのです。もし仮にこの星の表面に立つことができたとしたら、体は一瞬にして吹き飛ばされガラスの雨で切り刻まれてしまうでしょう。地球の豪雨をはるかに超える想像を絶する物理現象。HD189733B はまさにそのような極限の環境を秘めた星なのです。私たちはついつい美しい星は住みやすい環境を持っているに違いないと思いがちです。この星の青色を見て地球に似た海の星があるのかもと期待を寄せる人もいるかもしれません。しかし実際の HD189733B はそれとは全く正反対の環境を持っています。コバルトブルーの美しい外見の内側に過酷な現実が潜んでいるのです。三つ目の星は宇宙の宝石箱、カニ座55番星 E についてお話ししたいと思います。
蟹座55番星 E は地球から約41光年離れた場所にある星です。この星はスーパーアースと呼ばれる種類の惑星の一つ。地球よりも大きいけれど、木星のようなガス惑星よりは小さい、そんな中間的な大きさの星なのです。しかし蟹座55番星 E が特別なのは、その大きさだけではありません。なんとこの星は大部分がダイヤモンドでできているのではないかと考えられているのです。ダイヤモンドの星、聞いただけでワクワクしてしまいますね。一体どのようにしてそんな星ができたのでしょうか。蟹座55番星 E が発見されたのは2004年のこと。当時、天文学者たちはこの星について炭素を大量に含む星だろうと推測していました。実は宇宙には炭素を主成分とする星が数多く存在することが知られています。しかし、蟹座55番星 E はそれらの星とは一線を画していました。地球の8倍もの質量を持つこの星は、他の炭素を含む星に比べてはるかに高密度だったのです。高密度であるということは、つまりこの星が非常に硬い物質でできている可能性が高いということ。そこから導き出されたのがダイヤモンド説でした。蟹座55番星 E の内部は高温高圧環境にあると考えられます。そのような極限の環境下では炭素がダイヤモンドに変化することが知られているのです。つまり蟹座55番星 E の内部では炭素がダイヤモンドに姿を変えている可能性が高い。そしてそのダイヤモンドが星の表面近くまで及んでいるのではないか、そう考えられたのです。もちろんこれはあくまで理論的な推測に過ぎません。実際に蟹座55番星 E の表面がダイヤモンドでできているかどうかはまだ確認されていません。しかしその可能性は十分にあると考えられています。もし蟹座55番星 E の3分の1がダイヤモンドでできているとしたら、そこには私たちの想像を超えるまばゆい光景が広がっているかもしれません。ダイヤモンドの大地が遠く地平線まで続いている。そんな幻想的な景色を想像してみてください。もちろん、蟹座55番星 E がダイヤモンドでできた星だからといって、そこに行けば宝石が取り放題になるわけではありません。むしろ、蟹座55番星 E は地球人にとって、とても過酷な環境の星なのです。まず、この星の表面温度は2000度以上になると推定されています。ダイヤモンドは高温に強い物質ですが、私たち人間には到底耐えられない温度ですね。そして、蟹座55番星 E のもう一つの特徴が、猛烈な速さで公転していること。なんとこの星はわずか18時間で恒星の周りを一周してしまうのです。1年が18時間で終わってしまう。すごすぎる速さに理解が追いつきません。蟹座55番星 E は美しい外見からは想像もつかないような極限の世界を秘めているのです。しかし、そのような極限の環境であるからこそ、蟹座55番星 E は
私たちに多くの示唆を与えてくれます。高温高圧下でのダイヤモンドの形成プロセスや炭素を大量に含む大気の性質などカニ座55番星 E を研究することで地球では実現不可能な現象を探求できるかもしれません。美しい外見の内側に過酷な環境と未知なる科学の可能性が潜んでいる。カニ座55番星 E はまさにそんな宇宙の神秘を体現した星なのです。ただ現時点でカニ座55番星 E について分かっていることはまだほんの一部に過ぎません。本当にダイヤモンドでできた星なのか、その表面はどのような姿をしているのか、私たちが知りたいことはまだまだたくさんあります。今後観測技術の進歩によってカニ座55番星 E の姿がより詳細に明らかになっていくことでしょう。その時、私たちの宇宙観はさらに大きく塗り替えられるかもしれません。四つ目は、地球以上の水の惑星 GJ1214B についてお話ししたいと思います。 GJ1214B は地球から約40光年離れた場所にある星です。蛇使い座の方向に位置するこの星はスーパーアースと呼ばれる種類の惑星の一つ。この星は地球よりも10倍以上大きいので、スーパーアースというにはちょっと大きすぎるんですけど、GJ1214B が発見されたのは2009年のこと。当時、天文学者たちはこの星に大きな注目を集めました。その理由の一つが、水の惑星である可能性が指摘されたことです。GJ1214B は、その質量と半径から岩石と水が主成分の惑星である可能性が高いと考えられていました。そして表面の多くが水で覆われているのではないか。そんな大胆な仮説が立てられたのです。水の惑星。その言葉を聞いただけで私たちの想像力はかきたてられますね。青く輝く広大な海、そこに浮かぶ島々。 GJ1214B にはそんな地球に似た光景を想像してしまいます。でもGJ1214B の水が私たちがイメージするような液体の水だとは限りません。2023年、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって大気の様子が詳しく調べられた結果が発表されたんです。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は2021年に打ち上げられ、2022年から観測を開始した最新の宇宙望遠鏡です。その観測によると、GJ1214B の大気に大量の水蒸気が含まれていたことが改めて確認されました。しかし、液体の水が存在するには温度が高すぎました。ですから、星ができた時は水の世界が広がっていたけれど、今は蒸発してしまって大気に大量の水が含まれている星。私たちの常識では想像もつかない異様な光景が広がっているのかもしれません。GJ1214B の大気については、その組成も大きな謎に包まれています。
水蒸気が主成分であることは間違いないようですが、他にどんな物質が含まれているのかはまだよくわかっていません。ただ、観測の結果、メタンが含まれている可能性が指摘されています。その大気の組成を詳しく調べることで、私たちは太陽系外の惑星の多様性を知ることができるでしょう。宇宙に浮かぶ水の惑星、未知なる化学反応が起こる世界。GJ1214B は私たちの想像力を最大限にかきたててくれる魅力的な星なのです。最後に、禁断の惑星と呼ばれる NGTS4B についてお話ししたいと思います。あなたは禁断の惑星と聞いて、どんな惑星を想像しますか？実は、絶対にありえないと言われている場所にある星なんです。NGTS4B は地球から約920光年離れた場所にある星です。この星はネプチュニアン砂漠と呼ばれる領域に存在しています。ネプチュニアン砂漠とは、恒星に非常に近い軌道を回る海王星サイズの星が存在できない領域のこと。もしそこに惑星があったとしたら、高温で蒸発してしまう。つまり NGTS4B は存在が難しいとされる領域にあろうことか姿を現した惑星。まさに禁断の惑星と呼ぶにふさわしい星なのです。NGTS4B が発見されたのは2018年のこと。当時、天文学者たちはこの星の存在に大きな衝撃を受けました。ネプチュニアン砂漠では海王星サイズの惑星は存在できない。それが長年の常識だったからです。しかし、NGTS4B はその常識を見事に覆してみせました。海王星よりも半径が約 20% 短いこの星は、恒星のすぐそばを堂々と回っているのです。NGTS4B の公転周期はわずか 1.3 日。つまり、恒星の周りを一周するのに、たった 1.3 日しかかからないということ。この距離の近さは、私たちの想像を絶するものがあります。通常、そこまで恒星に近づいた惑星は、あっという間に大気を吹き飛ばされてしまいます。高温の放射にさらされ、表面は溶けて蒸発してしまうでしょう。岩石の表面が露出した不毛な惑星になってしまうはずなのです。ところが NGTS4B は見事にその過酷な環境に耐えているのです。観測の結果、NGTS4B は今なお大気を保持していることが確認されました。しかもその大気は熱いことがわかっているのです。一体なぜ NGTS4B は大気を保持し続けられるのでしょうか。それは私たちにとって大きな謎です。生まれた時からあの場所にいたのか、それともつい最近あの領域に移動してきたのか。NGTS4B の存在は私たちの惑星形成理論に大きな疑問を投げかけているのです。禁断の惑星 NGTS4B、 その存在は私たちの宇宙観を
根底から覆すものかもしれません。NGTS-4B に関しては、もしかしたらもっと同じような星があるのでは？そう考える人もいて、現在もネプチュニア砂漠にある星を探索する計画が進んでいます。新たな発見がとっても楽しみですね。さて、今夜は宇宙で最も珍しい星を5つ、あなたと一緒に見てきました。真っ暗すぎる惑星、TRES-2。ガラスの雨が降り注ぐ HD189733B。ダイヤモンドでできた蟹座55番星 E。地球以上の水の惑星 GJ1214B、 そして禁断の惑星 NGTS4B。 どの星も私たちの想像力をかきたてる魅力的な存在でしたね。まだ明らかになっていない謎の数々、これからの研究でその謎が一つずつ解明されていく、そんな未来を想像するだけでワクワクしてきませんか？あなたはその中でどの星が一番お気に入りでしたか？ぜひコメントで私に教えてくださいね。私もあなたと一緒に宇宙の神秘を探求していける日を心から楽しみにしています。今夜は星空の不思議な物語をご一緒できて本当に嬉しかったです。あなたの心に宇宙への愛と憧れが芽生えていることを願っています。また次のお話で新しい発見や感動をあなたと分かち合えますように。今夜の星空があなたの素敵な夢を運んでくれますように。そしてまた会える日を楽しみにしています。おやすみなさい。素敵な星空の夢を。